まあ、皆さん、本日は暑い中お集まりいただいてありがとうございます。ちょっと教理科大学の荻原と申します。ちょっと今暑い中私スーツを着ているんですけども、僕のポリシーで発表するときはちょっと必ずジャケットを着ると決めているので、ちょっと暑苦しいかもしれないですけど、まあご容赦ください。こういったタイトルで発表させていただきたいと思います。でまずちょっと自己紹介なんですけれども、私は荻原陽平と申します。出身が神奈川県横浜市で、今こちらの東京理科大学の理工学部先端科学科というこちらの建物ですね、こちらで助教を務めさせていただいております。で研究室は酒井則夫先生という先生がいらっしゃるんですけれども、そちらの研究室で働いております。で簡単な略歴なんですけれども、横浜で生まれましたので、まあ、家のそばにある横浜緑ヶ丘高校県立の高校を卒業しまして、その後慶応義塾大学ということに入学して科学科を卒業しました。でその後大学院に進学しまして、まあ、修士2年間と博士課程の3年間で、合計で 4+2+3 で大学9年間いました、ね、ではこちらに来ている皆さんですと、おそらくまあ大学院とかそういった理解は結構お持ちかと思いますけども、まあ、そうじゃない人からすると、まあ、いい年してまだ大学生ですとか、20後半になってまだ大学生ですというと、まあ、いろんな友達とかあまり知らない人からは、まあ、君は単位取るのが苦手だったのかなとか、いろいろ失敗しちゃったのかなとか、そういったことは言われますけども、まあ、割と順調から順調には、まず進学したと思っております。で、専門なんですけれども、有機合成化学、有機金属化学という分野の研究を主にやっております。特に今日話しますけれども、有機反応開発といって、有機反応をどうやって開発作るか、新しい有機反応を作る、新しい反応、面白い反応、あるいは不思議な反応を見つけ出してそれを明らかにするということを目標に研究に着手しております。で、アシスタント、今日簡単な実験してもらうんですけれども、実験アシスタントで、私たちの研究室の大学院生の皆さんですね、ちょっと後ろにいますけれども、後ろに5名いるので、ちょっと写真、今動画撮影している関係で写真は載せてないんですけども、代わりに、まあ、好きな元素を選んでもらって、まあ、自身を象徴するような元素ですね。例えばこの方ですと、CU、CU なんだか分かります？銅ですね、はい、銅ですね。で、IN、これはインジウムという元素です。ジルコニウムだったり、あるいはニッケル。まあ、こういった形で、まあ、それぞれ皆さん好きな元素を持ってて、まあ、ちょっと非奇な元素を持ってますね。もしかしたら皆さんも持ちかもしれませんが、そういうのがあると割と科学に対してとっつきやすくなるので、まあ、今のうちにちょっと定めておくのもありかなと思います。ちなみに私はルテニウムが好きです。で、今日の目標なんですけれども、皆さんに有機反応開発の現場の様子を知ってもらうというタイプ、内容で進めていきたいと思います。で具体的にどういうことかと言いますと、まあ、研究の進め方だったりとか、あるいは具体的にどんなことをしているのかというのを、まあ、簡単に紹介をさせていただきたいと思います。例えば今ここちょっとちっちゃくて見にくいんですけども、これが最近私たちが、まあ、新しく開発した反応になりますけども、まあ、この結果についてお話しするわけではなくて、まあ、どういう苦労があってこういう反応が見つかったかと、まあ、割と光の当たらない方ですね。研究結果、教科書とかによく載ってる研究結果とか、そういう素晴らしい成果ではなくて、そこに至るまでの研究の過程、地味な方にスポットライトを当てて、まあ、発表したいと思っております。で細かい、まあ、専門的な話だったり、あるいは詳しい話というのは、まあ、教科書の方がはるかにいろいろ書いてありますので、そちらをご覧になってください。でその前に少しだけ、先ほどお話しいただきましたけれども、まあ、宣伝をさせていただきます。まず東京理科大学ですね。東京理科大学は1881年に創立されまして、建学の精神は理学の普及をもって国運発展の基礎とする。で創立以来伝統の教育方針、僕はこのことが大好きなんですけども、実力主義です。で8学部34学科などから構成されております。で、こちらの8学部のうちの一つが、まあ、こちら理工学部になっておりまして、創立は1967年で昨年50歳を迎えました。それで、理工学部には全部で10学科を擁しておりまして、まあ、本学で最大規模の学部になっております。この10学科のうちの一つが、先端科学科でして、先端科学科は1967年に工業科学科として創設されまして、
昨年、50周年に合わせて学科名を工業科学ですね、先端科学科へと名称変更しました。で、先端科学科には、幅広い研究分野、有機化学系、無機分析、物理化学といった、幅広い分野をそれぞれ得意とする全部で9研究室で構成されております。で、一方で、国際科学技術財団というのもご紹介で、先ほど、説明いただいたので、私がどう言うのもなんなんですけども、財団のホームページからこのように引用させてもらいましたけども、要するに、科学技術の進歩の研究活動というのを奨励していただくという財団でして、事業内容としましては、非常に著名な、ジャパンプライドというのの検証だったりとか、あるいは私がこの先ほどいただいた研究助成と、啓発活動で今こうやっている優しい科学セミナーなどというものをやっております。で、ぜひこれを機に、今回の発表を機に、より多くの人にこう科学技術に対して興味を持ってもらえると幸いですので、ゆっくりと聞いていってください。で、本題に移りたいと思います。まず有機化学とは、有機化学というのは、炭素を中心とした化合物の研究を行う分野です。で、周期表の中にいろいろ元素あると思いますけれども、なんで炭素だけが特別扱いされるのかと言いますと、炭素というのは4本の強い結合を作る、安定な強い結合を作るとかできるために、連続的で多彩なのはすごい大事なんですけれども、構造を安定的に作ることができる、これ唯一の元素です。他の元素ではこういったものはできないということで、特別扱いされてますね。さまざまな化合物を形成することができます。有名なところですと、メタン、ちっちゃい一番分子ですけど、メタンだったり3本、4本手がありますね。あとはベンゼンというこういった分子が、おそらく化学を象徴するような分子ですのでご存知かと思います。これ各点の辺のと点ですね、この核のところが炭素で省略されてあるんですけども、これは C が6個、H が6個という分子になっております。あるいは、フラーレといって、サッカーボールのような形をしたすごい、これも有名な分子なんですけども、こういったものだったりとか、変わったところですと、これですね、これ何に見えますかね、これ人に見えますよね、こう見えますよね、これだったりとか、こういう分子、これも僕がふざけて書いたわけではなくて、こういった学者の方が大真面目に合成をした分子ですね。これ帽子を付け替えたりすることもできるので結構面白いと思いますけど、これ自在にこんな分子からこんな分子まで、これは全部炭素が中心に合成されてるんですけども、こういうのが炭素のつながり方で、物の形だけじゃなくて性質とかそういうものが変わってくるということで、炭素をうまく使えば、その可能性としては無限に広がってくるという分野です。じゃあ電分子というのは誰が作っているのかというので、簡単に、TA の人にまとめてもらったんですけども、自然が作っている分子と人類が作っている分子が対別できますね。で、自然が作っている分子は天然有機化合物と言われまして、天然に存在する、例えばアミノ酸だったりとか、タバコの葉、こういったものに含まれるロイシンだったりニコチンだったりといった有機分子があります。で、一方で私たちが自分たちの手で合成するという分子もありまして、こちらの方が多分多いと思いますけれども、合成繊維のビニロンですか、あとは甘味料のサッカリン、これ食欲抑制薬ですか、フェンテルミン、あとはアンフェタミンとか覚醒剤と、有用じゃないとは思いますけれども、こういった形で自分たちの手で、新しい分子を作るということもできるわけです。で、じゃあどうやって人類は人工的に有機分子を作っているのかと言いますと、それは化学反応、有機反応を使って作りますね。で、例えば薬とかでしたら製薬会社の人が作るかもしれませんし、あるいは、繊維とかそういったものは化学メーカーの人が作ったりするかもしれませんね。とにかく誰かが何か手段を使って新しく分子を作るわけです。で、じゃあそもそもどういう反応を使って作るのか、有機反応自体は誰がどうやって作っているのかということなんですけども、そこで出番が私たちですね、有機反応開発をする人たちの仕事になります。で、有機反応開発というのは新しい有機反応を作る、分子を作る目的ではなくて反応を作る、つまり有機分子の作り方を作るという研究を私たちは主にやっています。で、これどういう、テストで例えてみましょう。
ということで、大学1年生、まあ、今高校生の皆さん多いかもしれません。高校のテストでもあるかもしれませんが、例えば有機化学の問題ですね、飛沫試験で空欄を埋めなさい、こうある分子に対してある条件で反応させると、まあ、何ができますかという多分テストはいつかやるかもしれませんし、僕もやりましたけども、まあ、例えば分子 B と、まあ、答えますね。答えたら正解。ここまでが大学生、大学4年、3年生までなんですけども、まあ、研究室に入って、大学院生とかになってくるとどうなるかというと、こうなりますね。分子に対して、まあ、好きな条件で好きなものを作りなさいと。ただし条件がありまして、ただしすでに知られている反応は除くと。もうみんなが見つけてる反応で、分子 A から何か作る。まあ、そんな簡単ですね。そうじゃなくて、まだ知られてない反応条件を使って、まだ知られてない分子を作ろうということになります。ですから、こんなことを書いても正解なわけですね。大学のテストで多分こんなことを書いたらバッテンになってしまいますけども、研究室以上ではここがいかに変わっているかということでむしろ高い評価になるんです。で、本日の予定なんですけれども、今簡単に反応開発についてお話しさせていただきました。で、じゃあ反応開発やってくださいって言われたときにすぐできる人はいませんね。これは頭の良し悪しではなくて知ってる知らないの違いだと思いますけども、研究室に入ると、まあ、その知ってる知識を叩き込まれるわけなんですけども、具体的にじゃあどうやって開発するかというのを簡単に写真を交えながら説明をしたいと思います。で、次にじゃあ TLC という解析の手法があるんですけれども、まあ、それを使って今手元に皆さんあると思いますね。液体が入った瓶とプレートとあと細い、ガラスの細いキャピラリーというのがあると思います。まあ、それを使ってもらって TLC の解析というのを実際にやってみよう。最後にちょっとだけ私たちの研究の話をさせていただいて、まあ、今日、あと40分ぐらいですかの講義とさせていただきたいと思います。具体的に何をしているかというサイクルを簡単に書きましたけれども、調べて薬品を買って反応を行って結果を解析してまたこの結果を踏まえてまた戻るというサイクルで簡単に言うとやっております。じゃあまず調べるという写真を作ってもらいまして、まあ、調べてるっぽいようなこう写真ですね、まあ、文献とかを調べて過去にどんな人がどんな研究をしてきたのかいうものを全て大体論文で発表するので、まあ、このように存在する論文、まあ、全部読むわけにはいかないんですが、データベースとかをうまく活用して自分に関連する反応だったりとか、まあ、そういったものを調べて、まあ、反応の自分の研究の立ち位置というのをよく調べます。ここでディスカッションしているちょっとわざとらしい絵なんですけどもがありますけど、で、まあ、調べた後にじゃあ自分の研究どんな反応をやろうかいうのを設計を行います。これもちょっと正しくこれは既存のよく知られたノーベル賞の反応なんですけども、こういった形でこんな反応がいくんじゃないかというふうにホワイトボードに書いてディスカッションしたりとか、あるいは実験ノートにいろいろメモを取ったりとか、まあ、論文を過去の論文を調べたりとか、こういうことをしながら、まあ、自分がいざやろうという反応を設計して、まあ、いろいろアイデアを出して考えていくわけです。で、次にじゃあいざやろうとなった時に薬品を調達しなきゃいけないんですね。多くの場合はこういうふうに研究室にあったりとか、あるいは試薬会社からこれまたパソコンで注文してるかと思うんですけど、注文したりとかするわけです。まあ、なければ自分たちで作るというので原料の原料をまた自分たちで作ると、まあ、そういったこともするわけですけども、いずれも最初はまあこういった薬品会社から購入して試薬を作ります。じゃあ反応を行いましょう。これは多分すぐ見慣れた操作だと思いますけれども、電子天秤で測りますね。ただし私たちは反応開発というのは、いっぱい数打って1回でうまくいくことは全くなくて、むしろ100回200回あるいは1000回一番から経ってないと思いますけども、それぐらいのスケールでやるので、いちいち大量に使うと物はすぐなくなってしまって、お金がいくらあっても足りないですし、まあ、地球を汚していくわけですね。ですからできるだけちっちゃいスケールですね、何ミリグラムとかそういった単位で測りますので、まあ、こういった電子テミあこれいいですね、ミリグラムって書いてありますね、ミリグラム単位でこう測ってやるわけです。ですので、まあ、多少手が器用な方が有利な世界かもしれないですね。で、漂流した後は反応を開始します。
まあ、反応もいろんな反応がありまして、例えばこれですと、まあ、温めながら、これリフラックスか、これ冷却水が流れるんですけども、まあ、蒸発させて落ちさせてっていう寒流反応というのをやります。あるいはこれですと、これはちっちゃい、バイアルというネジ口の、今ここにはお持ちのこういう瓶みたいなやつにもう入れて、そのままあったかい100度ぐらいのオイルの中にドボンとつけて、まあ、反応を行うと、ちっちゃいスケールでやる実験ですね。あるいはこれですと、これは多分フェロセンを作っていると思うんですけども、この氷で冷やした多分0度という条件で反応を行っておりますね。これは、実際は反応を行ってないですね。多分写真映えするから赤い液体ということで置いた写真ですけども、まあ、こういった容器を使って反応を行うこともあります。で、反応を行いますけれども、じゃあ今度次ですね、反応の結果を調べるという作業を行いますけれども、これが大変です。まあ、何でかと書いておりますけれども、分子、私たちは分子を扱ってますね。ちっちゃい分子を扱っているので、分子に対して私たちが大きすぎます。分子というのが大体10のマイナス9乗からマイナス8乗メートル、つまりナノメートルのスケールなんですけれども、まあ、私たちは、まあ、僕は 1.8 メートルなので、18億ナノメートルですか。18億の人が1のものを見たい、それは無理ですね。ですので目で直接見たり観察することができません。で、そこで、いろんな手法を使ってなんとか目に見える形で、まあ、分子を取り扱いたいということで、よく使われる手段の一つが今日やっていただく DLC ですね。まあ、こういった写真がありますけども、まあ、後ほど細かい説明はしますけれども、まあ、TLC などを使って解析を行います。あるいは NMR、まあ、いいですね、こういう写真がすごくいいと思いますけども、まあ、大型のこういう装置を使って、まあ、分子を解析するということもできますし、あるいはこうガスクロマトグラフィー、あるいは GC マス、質量分析装置などを用いて、分子のを解析するわけです。で、まあ、混ざり物で解析することもありますけれども、まあ、単きれいにして分離したりとか生成するという操作もあります。こちらですと、まあ、上流だったりとか、これは、バブル、ブトゥーバル、クーゲルロールは上流なんですけども、これはカラムクロマトグラフィー、ではこれはプレパラティブのカラムクロマトグラフィーですね。カラムじゃないです。これはまあエバポレーターと、まあ、こういった装置を用いて分子をちょっとずつきれいにしていくわけです。まあ、こういった解析法もあります。で、これがかなり分かりやすい解析なんですけども、結晶が取れた場合は単結晶 X 線構造解析というのを行いますと、まあ、こういった装置ですね、ここにちっちゃい結晶を乗せて解析をしますと、 X 線当ててその反射を読むんですけども、そうしますとこう分子の形がはっきりと分かると、まあ、これが全てできれば楽でいいんですけども、残念ながら結晶、きれいな単結晶じゃないとできないという弱点がありまして、まあ、その解析によって得意不得意というのがあります。例えばこういった操作を行って、その結果を踏まえて、じゃあまた次、まあ、大体うまくいかないので、この失敗を踏まえて、じゃあ次の成功に向けてなんとか新しい反応を設計しようと、まあ、こういったことを毎日毎日行っております。で、このトピックについてはまずちょっとお話ししますけれども、まあ、反応の解析を行いますけれども、有機分子の分析方法というのは先ほど簡単にお話ししましたけれども、まあ、いろいろあります。で、これらを複合的に組み合わせて、まあ、反応の結果を推測します。反応の結果を推測と書いたのは、まあ、私たちはあくまで分子は見えないという立場ですので、勝手にこうだと決めつけるのもちょっとおがましいので、まあ、あくまで推測してこうであろうと、これが最も矛盾ないこと、最も理にかなっているという立場で、まあ、科学に向き合おうと、まあ、我々は考えていますので、まあ、推測と書きました。要するに反応の結果を私たちが見える形にします。で、様々な分析法ありまして、まあ、ここにいろいろ書きましたけれども、この書いてある装置、ちょっと今回細かい説明はできないんですけれども、まあ、この建物に全てありますので、まあ、興味ありましたらオープンキャンパスの際、せっかくのオープンキャンパスなので、伺ってくれれば、お見せすることも十分できますので、ぜひ、お声掛けください。で、今日は、まあ、TLC の、をやってみるんですけども、まず TLC の前にとりあえず何も考えずにペーパークロマトグラフィーをやってみよう
ということで、ちょっと、デモンストレーションに移りたいと思います。一度じゃあ、あ、このままで大丈夫かしら。ペーパークロマトグラフィーはご存知の方もいるかもしれませんね。基本的な、まあ、高校生とか中学生の実験のでよく使われるものです。短冊状の露紙が多分あると思いますので、ありますかね、ない人いますか。まあ、ここの露紙の下の方にペンでおちっと点を打ってください。ペンは今配られたと思いますが、何種類かありますので、適当に好きなものを見てみましょうか。ありますか、線の露紙の線の上あるあ、大丈夫、じゃあもう一個あるから、線が引いてあるものがあるそうなので、それが露紙ですね。で、マジックでこうポチッと点を打ってみましょうか。まあ、何が起こるか知ってる人きっと多いかもしれないので、まあ、分かってる人はもうどんどん進めてください。で、打ちましたらペーパーと書いてあるこの瓶ですね、この液体にそっと浸して水が浸透していくのを待つ。あげたらあとは待つだけですので、まあ、観察をするなり、あるいは別な色のペンを使って様子を見てみるっていうのもありますね。全体と同じ色になっちゃってるとなんかあまりちょっと面白くないかもしれないですけど、ちょっと途中かもしれませんが、まあ、ここにちょっと簡単に答え合わせというかどうなるかというのを、まあ、載せてありますけれども、ここが割と良かったですね。緑がきれいに映りましたね。緑がかなりこうきれいに2色になりましたね。まあ、緑から、まあ、こう違う色、まあ、分離されますね、いろいろ色が。まあ、こういったインクの成分も、まあ、実は単一ではなくて、まあ、複数の色の成分で構成されていると。まあ、それを今回、まあ、ペーパークロマトグラフィーというものを用いて、まあ、分離して、もともとの姿をはっきりとさせたということです。で、ちょっとこれからまあ、いろいろ喋っていますので、もしちょっとこれに物足りない人とかおりましたら、まあ、今の作業を別の色で話してても構わないので、やっていただいて結構です。で、今やったペーパークロマトグラフィーですね、こちら、露紙を構成するセルロースというのを利用して、まあ、物質を分けるという方法になります。で、今日やってもらうのは、まあ、発想クロマトグラフィー、ELC と言いますけれども、まあ、これも基本的には同じような原理です。今回は、今ペーパーでは、ペンのインクの成分を分けましたけれども、実際私たちはこの原理を、まあ、TLC というものに応用して、有機分子を、まあ、簡単に分けると、分けて解析をするということをやっております。で、原理は、まあ、アルミニウムやガラスの板の上に、まあ、シリカゲルだったりアルミナというものが薄く積まれているプレートを利用して物質を分けます。で、簡単迅速に反応の進行具合というのを調べることができますので、私たちがやっている有機構成の現場では最も頻繁に用いられている反応の評価方法の一つです。簡単に目に見える形で今反応がどうなっているかというのを理解するのに一番手軽な手法の一つです。やり方なんですけども、まあ、こちらに書いてありますけども、さっきやったペーパーと全く同じですね。紙の上にポチッと質を打ちまして、それを展開して、なんで上がったかっていうのは大丈夫ですかね。毛細管現象とか上がっていって物質が分離されるということです。で、ペーパークロマトグラフィーですと表面がこうやってセルロースですね、できています。で、これからやっていただく TLC の場合は、まあ、こうやってシリカゲルがついています。まあ、分かりやすく OH の分強調してますけども、まあ、OH 基というものがどちらにもありまして、この OH 基というのは割といろんな分子と相互作用しやすいですので、吸着してなかなか離さないという特性を利用して分離を行います。で、具体的にやっていただく操作を今から説明しますけれども、ペーパーとほとんど同じですね。毛細管現象で展開溶媒、この液体の部分が下から上に上がっていきます。そうすると展開溶媒という溶媒にはまた物質は溶けますので、物質に溶けながらちょっとずつ上に上がっていきます。ただしその物質が、シリカゲルとすごい吸着しやすい、
すごい仲が良かったら溶媒ではなくてシリカゲルの方に捕まってしまうので溶媒がどんどん上がってきますけれども、質自体はシリカゲルに捕まってあまり動かないという性格があります。でこういったそれぞれの物質の違いですね、シリカゲルと仲の良さが、まあ、もちろんものによって個性が違いますので、そういったものの違いを利用して溶媒と一緒に移動するという距離が結果的には変わってきます。これを利用して物質が分離されるという原理で THC はやっております。ちょっとあの結構難しい話なんですけども、実は大した難しい話じゃなくて、物質によって異なる移動率ですね、ここから上げるとここまで上がる物質だったり、ここまで上がる物質、あるいはここまで上がる物質、でこの上がった具合、これを、RF と言います。で、まあ、ここに書いてありますね、例えばこのようなスポットが見られた場合 Aこれは 0.55、 要するにこの 55% 上がったということですね。 B 45% 上がった、 C は 0.1、 15% しか上がらなかった、まあ、これだけです。これを RF という形で評価していて、以下の式で算出されると、まあ全体の分の上がった分ということであまり難しくないです、パーセントです。この RF というのは同じ条件であれば、同じ条件というのは展開溶媒だったりとかそういったものが同じであれば物質固有の値になるので、物によって RF が全く異なってくるということで評価することができます。書いてありますね、この RF は同じ物質を同じ条件で展開すれば同じ値になるので、あらかじめ純粋な物質の RF と純粋な物質がどの程度上がるかというのを知っておけば、分離された物質が何であるかというのは RF を見ればすぐに分かると。これを利用してこれからちょっと反応の解析をやってもらいます。あの前後に見られるスポット RF を比較すれば反応について評価できる、同じことですからね、はい、でじゃあ早速なんですけれども、私たちがやっている反応開発というのは分子 A を分子 B にする新しい反応を見つけたい、そういったことをやってますね。実際にじゃあどうやって解析を行うかと言いますと、さまざまな条件ですね、分子 A に対していろんな条件を使っていろんな反応条件で反応を行ってできた溶液というのを解析するということをやってて、 B ができればやった当たりだうまくいったと、 A が A しかなかったらうまくいかなかったんだ、そういうことが分かりますけれども、反応はどうやって見るかと言いますと、溶液の TLC、 反応後の溶液を TLC でA と溶液1、あるいは B と溶液1を比べることで反応がうまくいってるのかうまくいってないのかというスポットの高さだけで反応の解析をすることができます。ちょっと今この説明だけでは分かりにくかったかもしれませんので、実際に TLC でひとまず溶液1というのを使ってやってみましょう。やることは TLC のプレートがあると思いますけれども、TLC のプレートは、あ、そうです、裏が銀色のやつですね。でここに、溶液それぞれ3点、まずは分子 A、 原と書いてあるやつですね、これが原料、原料だと思ってください、分子 A だと思ってください。分子 A をそーっと TLC 上にポチッとやりたいんですけども、先ほどマジックでしたらマジックに染み込んでたので簡単にできましたが、今回はキャピラリーという細いガラスの棒がありますが、そこに中に細い管になってますので一度溶液へというのを浸してください。浸すと毛細管径下で少し上がりますね。で今の作業で、シリカゲルの TLC 上に分子 A というサンプルがつきました。ちょっと目に見えないので、あの今は分からないと思います。ただしちゃんと打てればこれで打てました。でじゃあ次、真ん中ありますね、真ん中そのちょっと隣にもう一回同じように分子 A を打ってみてください。分からなければ遠慮なく立って歩いているスタッフに上がってください。で
もしここまで終わった人いましたら次、ちょっとスキップしますけど、まずは溶液1というもの、1番と書いてあるものの解析をしますので、1番と書いてあるものをサンプリングして、同じように今度 C と書いてある端っこに右端に打ってみてください。分からなければすぐに聞いてください。ちょっと難しいかもわからないので、いきましたかね。もしこの C 打ったら、 C 打ち終わった人いましたら、今度もう一回すみません、真ん中のところに1の液体を入れてください。やってることは大して言ったことなくて、左端が A だけ、真ん中は A と溶液、右端は溶液と、それを打ってるだけなんです。できました。じゃあもしできた人いたら、できた人は今度は TLC と書いてあるこの瓶に相当同じ原理で浸してみてください。それで蓋を閉めてください。蓋を閉めて相当待ってください。で、これでまた相当上がるので、それを観察するためにちょっと静止しておいてください。あまりガチャガチャ動かしてしまうと、ちょっと領域が跳ねてしまったりします。まだこれを1、2で、反応領域をこれ1、2で。先端がこの辺上部ですよ。だいたい9割ぐらいのところまで来たら、相当ピンセットなどを使って持ち上げてください。では上がったら取り出して UV ランプで見るんですが、UV ランプは数がちょっと限りがあるので、どうするか、お渡しと手を挙げていただければ、UV ランプを持って伺いますので、今やってることは、溶液1番というのの解析をしてもらっています。目的は見失わないように言ってますけども、分子 A から分子 B を作るという反応を私たちは目標としておりまして、分子 A というのが、原と書いてあるものですね。ちょっと対応してなくて申し訳ないんですけども、原料の原と思ってください。分子 A で、分子 A を条件1で反応させた結果が溶液1と1番と書いてあるものだと思ってください。今皆さんは1番の解析を行っているという立場です。ちょっと1回目分かりにくかったので、これだけ初めにちょっと答えだけ出しておきますけれども、多分こうなると思いますね。TLC の端っこに A を打って、真ん中に A たす1を打って、で一番端っこに1番を打ちました。で TLC 上げたんですけれども、上げた結果がこれですね。ほとんど上がってないということなんですが、この場合でいうと RF がほとんど0と、ほとんど上がらない分子を今見たということが一つ分かりますね。でそれともう一個何が分かるかといいますと、A が反応溶液の1を解析すると、これはほとんど同じです。同じ物質と見なしていいということですね。 A=1 ということでこれが分かると思いますけれども、このような結果になりますかね。これ今は簡単なバージョンなんですけど、ちょっと次あと3回やりますけれども、少しずつ難しくなっていくかもしれません。なんとなくわかりましたか。なんとなくわかりましたか。そうですね、ちょっとすみません、こちらの TLC の準備がちょっと不足してまして、初めにどこに打つかですね、点を鉛筆でポチッと点を書いておいてもらった方がいいかもしれませんね。最初にうっすら線を引いて鉛筆で3点打っておいた方がいいと思います。でそこを目印にキャピラリーを使ってサンプリングをすればいいかと思います。大丈夫ですかね。ちょっとこれで、初めに溶液1の解説だけしますけども、今分かったことをちょっと説明しますと、今やったことはここにそれぞれ A+11 というのを打って TLC を上げたわけですね。上げたんですけれども、ちょっと分かりにくいんですけども、ほとんど上がってないということが一つ分かりましたね。RF がほとんどゼロということが一つ分かった。もう一個重要なことは、A に対してこれ1というのがほとんど変わらないんですね。ではここで比べれば分かるんですけども、同じですよね、全部ね。つまり、この反応というのは、A が A になった反応。
A が変になるというのは私たちの世界では反応しないというんですけども、何も起こらなかった。条件1というのは目標達成ならずということなんですね。こういうことが分かりました。で、同じように2、3、4と4つありますので、4つ同じようにやってください。ただし、今は A だけだったんですけれども、もう一個サンプルがありまして、表と書いてある、これは表品、分子 B の表品という意味だそうですので、分子 B を作りたい反応をやりますので、当然溶液と分子 B の比較もしないといけませんね。分子 B ができたかは分子 B の表品と比較しないとわからないので、そういったことをやってみましょうか。順番に、次も、あ、これ反応してないですね。次、溶液2の解析をするんですけども、これは同じように TLC2 枚を使って、溶液2と A の比較、あるいは溶液2と分子 B の比較というのをしてください。で、先ほど言いましたけれども、 TLC に あらかじめどこに打つかという目印を、はじめに鉛筆か何かでポチッとつけておくと、まあ、見やすいかもしれません。では早速溶液2の解析をやってみましょう。分からなければすぐに近くのスタッフに聞いてください。同じように今度原料って書いてあるやつと2番のやつで同じように点をつけてやって、あ、そうですね、これで、はい、で2番目のものに、はい、どうでしょう、終わった人いますか。分子、溶液2の解析が終わった人いますか。今待ってるところですか。まあそうですよ、ここはちょっと時間かかるところなんですけど、ちょっとじれったく思うかもしれませんが、まあ、こんな簡単な操作だけで反応が行ったか行ってないかと分かるっていうのは、割と私たちにとってはすごく助けになりますね。しかも、まあ、見て分かる通り、そんなに難しい装置、複雑な高い装置とかそういうものを使わずに、こんな簡単な操作だけで分かるというのはすごく助かる武器です。上がったら手を挙げるか、まあ、声を挙げるかしてくれれば UV ランドを持って駆けつけますので、お願いします。いかがでしょう、まだやってる人いるかもしれませんが、答え出してもいいですかね。答え見たくない人いますか。いいですか、じゃあ答え出しちゃいますね。答えというか、まあ、こういう結果になってもらうと私たちとしてはいいんですが、まず溶液2に対して分子 A というものを比較した結果はこちらですね。これおかしいですか、これ違うよね。薄いのか。ちょっとこれは忘れてください。で、B に対して溶液2を比較した結果というのがおそらくこうなるかなと思います。これも B 出てないね。これすみません、ちょっとあんまり良くないスライドですね。あ、A がここに出ます。で、2がこことここに出るはずですね。分子 B がここに出たけど、ちょっと出てないですね、ごめんなさい。で、結果で言うと、2番、溶液2番の TLC の結果というのが、おそらくこことこことここになりますね。多分2点になると思います。こことここの2点になります。なってますかね。溶液2を展開すると、RF がほとんど0の点1点と、この辺ですね、RF が 0.8 ぐらいですかね、 0.8 ぐらいのところに1点出ると思います。出ました。こうなった人います。ちょっとこれ B と A のこのサンプル自体はいまいちなんですけど、溶液2がこのように2点になることってなりました。大丈夫ですかね。で、ちなみにこの高さを比べますと、溶液2のこっち側というのは、まあ、これと同じですね、 A と同じなので、まあ、A があると。で、ここに出たもの、ちょっとこの比較の TLC があんまり良くないんですけども、 B はおそらくここに出てくれるはずなので、まあ、これは B であると断定しちゃっていいんじゃないかなと思いますね。で、これをじゃあ実際に反応を結果として見てみますと、まあ、こういうことになりますね。分子 A から反応条件2で反応を行うと、
分子 A と分子 B になるということです。どういうことですかね。これ分かる人いますか。分子 A が分子 A と分子 B になる、まあ、難しいとしたところなんですけど、要するにこれは反応が途中だということです。分子 A から分子 B になる反応がまだ終わってなくて、ほとんどが B になったけどまだ一部 A が残っているよという状況だなというのが、これで TLC で予想することができます。そうですね。これは原料と、あと新たな生成物の質です。で、ちょうど生成物がその表記と同じに付いているということがこれで、あ、とてもいいですよ。物と3番を比較して検討してみた。そうすると、この3番の広さはこの誰でしょう。まだちょっと途中かもしれませんけれども、答えを出しちゃっても構わないですね。これ出します。これもちょっと薄くて見にくいかもしれませんが、まだ途中の人はすみません、やっていただいて構いません。このようにおそらくなるかと思います。溶液3番とこれ A を比較しますと、溶液3番には A はないですね。うっすらここに何かが出ているというのは観測されると思います。で、一方で溶液3番と、化合物 B というものを比較しますと、見てこれは結構分かりやすいですね。この例は分かりやすいと思いますけれども、まあ、同じ高さで溶液3番が B と同じ高さであるというのが判別できるのではないかと思います。こうなりました。まだ途中の人結構いると思いますけども、あ、途中でも続けていただいて構いませんので、途中で遠慮なく手を挙げて UV で観測してみてください。で、これのお話なんですけれども、じゃあこれはどういうことかと言いますと、分子 A が分子 B になったということですね。つまりどういうことかと言いますと、まあ、当初の目標と比べるとこれ全く同じですね。まあ、反応達成ということになります。こうやって TLC を打てば反応ができたか、うまくいかなかったか、途中だったかと手を挙げますということが分かります。じゃあ終わった人、あるいは溶液3番に飽きた人は最後溶液4番をやってみてください。溶液4番で、時間がない人は、溶液4番と B だけの比較で構いません。 A が一番下ですね。 RF0 ということはもう分かってますので、溶液4番と B の比較を行ってみてください。同じことを4番と比較と、3番は3番の条件をかけたところ、分子 A が全量が推定していなかったので、原料とは何をしたのか。誰でしょう。溶液4番、ちょっとすみません、時間経ってしまったので、少しまだ続きは後ほど終わった後もこちらでやっていただいて構わないので、説明だけさせていただきます。溶液4番の解析はおそらくこのようになると思います。まず A と比べますと、4番明らかに違うものができたということがわかると思います。じゃあ今度 B と比べると、B はここに出てますね。B はここに出てるのに対して4がここに出てます。じゃあこの結果をどう解釈すればいいでしょうかね。さっきは、A が反応しなかった、あるいは途中だった、あるいは B に目的量になったということが分かると思いますけども、こういうふうに A でも B でもないものができてしまうということが、まあ、私たちの研究の世界ではたまにあります。つまり、まあ、A で書きますと、分子 A が反応条件4というのを行うと分子 C になるということですね。じゃあ目的の反応は起こってないわけです、この反応の場合は。で、今やってもらった評価してもらった4つの結果というのをまとめると、まあ、こういうふうになりますね。当初の目標は A から B を作りたいという反応を目指して、まあ、いろんな条件、今回は4つですけれども、4つで反応を行いました。その結果、1番の条件だと分子 A から分子 A になったと、つまり何も起こってない反応だなというのが分かったんですね。
で、条件2で反応を行いますと、分子 B ちょっとはできてましたけども分子 A もあったので、これは反応が途中だったなということが分かりました。で、分子 A に対して条件3番という反応を行いますと、これは狙い通りですね、 B ができたわけで当初の目的を達成したということになっています。一方で、反応条件4番というのを使って反応を行うと、分子 C によくわからない分子ができてしまったということで、この反応は目的の反応ではないわけです。ただし、この反応もう一度書きますけども、これが果たして失敗かどうかということを考えてみたいと思います。当初の目標ですと、分子 A に対して分子 B を作りたいという反応を私たちは探してたわけですね。で、そういった意味では A から B はできなかったわけです。 C ができてしまったので、そういう実験、 A から B を作りたいという実験は、大失敗ですね。失敗してしまったわけなんですけれども、もともと私たちが分子 C というのを作る気はなかったとしても、A から C を作るという反応を新しく見つけたわけですね。そういう研究という観点からすると、実はこの反応は失敗じゃなくて成功というふうに見ることもできます。もちろん、よく調べて、すでにある反応であれば、大して成功じゃないかもしれませんが、それが結果的に新しかったりとか、まだ知られてない反応であれば、それは成功ということになるわけです。研究開発の現場では、失敗が成功になるということもたまにあります。ただし本当にたまにかもしれません。で、私たちの実際の例、ちょっとだけ専門的な絵を描きますけれども、反応の例を描きます。当初私たちはこういった分子に対して、この F、フッ素ですね、フッ素をこの H で置き換える、こういったアルデヒドという分子なんですけれども、こういった分子を作りたい、 H と F をこれ交換するという反応を行いたいと考えていて、研究を行ったわけです。結果的に触媒、ここに書いてある触媒というものを使って反応を行いますと、目的の反応ができた、やったとなったわけなんですけれども、これ触媒1と書いてますけれども、実は1個ではなくて、もう何十個何百という数で反応を行った結果の一つがたまたまこうなったということなんですけれども、その中の触媒2番と書いてますけど、これです、2番目のトライじゃなくて、しつこく言いますけれども、何十個何百個やったうちの1つというものを使ったときには、先ほどと同じように何も起こらずに目的のものができませんでした。こういった触媒を使うと目的の反応は全く起こらなかったんです。ですけれども、よく調べてみますと、さっき言うと分子 C に該当するんですね。よく調べるとこういったものができる、なんだろう、よく見るとこの部分ですね、この部分が使われて、この C を F という部分が H で置き換わったものができているということが分かった。これはどういうふうに使うかというと、触媒、先ほどの触媒というのは全体に対して 2.5%、 ちょっとだけあれば、100に対して100個の分子に対して 2.5 個だけあれば反応を起こしてくれるというものなんですけども、そういうものをちょっとだけ変えるだけで、ちょっとした変化、わずか 2.5% の触媒の変化だけで全く違うものを作れるということを結果的に見つけることができました。このように研究の現場では、望んでない反応、あるいは失敗したかなと思った反応であっても、たまにいいことがあって、この場合ですと、これ2つセットで、今年発表したんですけども、そういった形で世に出せることがあるということがあります。最後に、じゃあ私たち一生懸命反応の開発をしているわけですね。じゃあ何の役に立つのかと、いろいろ考えるわけです。例えば、薬を作っている人からすると、薬を出せば皆さんに役に立つわけですね。そういった形で、じゃあ私たちの研究がどういった形で社会に貢献されているか、よく聞かれますけれども、何の役にも立ちません、実際は。ただし、ここで終わらせてしまうとちょっと困ってしまいまして、今すぐにはと付けさせてください。今すぐに社会の役に立つということはおそらくないと思います。ですけれども、こちらに有機反応開発、月日の例と書きましたけれども、ただノーベル化学賞で言いますと、例えば2001年、あるいは2005年、2010年という形で、これはどれも有機反応開発の結果です。で、ノーベル賞というのは、ただ単にすごい反応を見つければノーベル賞を取れるというわけではなくて、それが社会の役に立つ。例えばこういったものですと、薬を作るための有用な反応だと。
で、アミタシスもそうですね。天然物を作るための有用な反応だと。クロスカップリングもそうですけども、有機材料とか、あるいは薬もそうですけども、そういったものを作るための方法論を作って、実際それが社会に役立っている。そこまでいって、まあ、評価されているわけです。私たちがやっている研究も、まあ、今日明日、皆さんの豊かにするために役に立っているわけではないんですけども、もしかすると、私たちが見つけた反応というのが、10年後、20年後、あるいはもっと先になってしまうかもしれないんですけども、どこかで何かの形で役に立つかもしれない、まあ、そういうことを信じて私たちは日々研究を行っております。で、さらにもし興味を持った人いらっしゃいましたら、表出てすぐ表にありますけども、先端科学科の研究室見学会というのをやっておりますので、出てすぐですね、ここで、まあ、実際の研究室などをお見せすることができますので、興味がある人はぜひお越しください。最後に、まあ、ちょっと研究室の、普段現場でバリバリやってる学生さんの写真を載せますけども、こちらが研究室主催されている酒井紀夫先生という先生で、私はこの先生の下で働いているんですけども、あとはこちらにいるアクティブな学生さんですね、この方がいますけども、彼らと一緒に日々日の目を見ることなく、いつか見ることを夢見て研究を行っておりますので、今日いる学生もそうですし、アルバイトで上にも働いてますので、受ければ行って、苦労話とかあるかもしれないので、ぜひ伺ってみてください。ぜひ反応開発の現場でお待ちしておりますので、ぜひいらしてください。まあ、今日はこれで以上させていただきます。どうもありがとうございます。